久しぶりだな。照り焼きとチャーシューがありますね。チャーシューかな。すごいな、このカレーライスは。ボリュームたっぷり。なかったみたいだね、ラーメンバーは。月曜日でも売れてるよね。うん。ね、ピザが焼けるのに少し時間かかるみたいなので、ちょっとここ紹介します。正面の建物がね、蔵の温泉になってるみたいですね。で、こういう感じの建物がね、こうあって。で、なんか、こっちの、登ると、湖的なのがあります。湖っていうか、なんて言うんでしょうね。こういうのが、ここ登ってくるとあります。でね、春になると、ここ、バーっと桜咲いて、綺麗なんですよね。結構これなんかいい散歩コースに なりますね。近く住んでたらここ散歩いいかもしれないですね。こんな感じでね、湖のほとりを一周散歩できるような道がね、ありますね。かも。ここで温泉が入ってるんですけど、今度ゆっくり入りたいですね。露天風呂とかも結構でかくていいんですよ。でも風呂の数はね、少ないんですけど、露天風呂とかも結構大きいところです。まあ機会があればぜひ来てみてください。北方の市街地から少し離れてますけど、道の駅、主にねパーキングがメインの場所なんですけど、結構周りの施設も充実してます。ここ近くにコンビニもあるんでいいかと思いますけどね。ここら辺で何か食べたら美味しそうだな。桜とか見ながら。どうだろうな、見頃。桜今年も見たいですけどね。おお、いいじゃん。今日の夜はそれとパスタでも食べるか。お母さんラーメンピザ、結構ずっしりあんだ。これが、ラーメンピザです。多分最初は丸状だったんだよね。ちょっとそこ通り忘れちゃいましたけど。こんな感じです。上にチーズがかかってて、ネギが乗ってて。でもこのベースがもう、麺でできてるって感じですかね。こんな感じです。もう生地ではなくて、麺で完全にできてるっていう。こんな感じ。うん、本当に。麺ですね。お、うまい。本当に、北方ラーメンの風味が出てる感じですね。なんか、出汁がちょっとね、似たの使ってるね。うん、だから、北方ラーメンの風味が、こう、ピザだけど味わえるっていう感じで。で、さらにチーズがかかってるから、チーズの、なんか、まろやかさみたいなのもこれ入ってますね。あと、ネギが乗ってて、ネギの風味も結構出てるって感じです。美味しい。結構麺はパリパリってしてる感じで、どうなのこれ、焼いてあるのか揚げてあるのか、なんか、揚げてあるに近い感触ですね。うん。やわい感じじゃなくて、麺は、パリパリしてる感じになってます。なんか、ジェル状に、スープなのかわかんないけど、その出汁っぽいやつだろうね。これで、結構それ、ね、喜多方ラーメン近味出してるんですかね、これね。で、麺、この中の方はやっぱちょっとやわい感じだね。うんうん、で、外側っていうかこう、端っこがパリッとしてる感じ。へえ、美味しい。チャーシューがちゃんと入ってるっていう。本当に味のついたチャーシューが。ほら、うまい。うまかったです。